こんにちは、ヘビアのひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビのパイボールという種類についてお話ししたいと思います。以前別の動画でもですね、パイボールって何っていうのをご紹介したんですが、パイボールというのは全身本来は柄が入っているボールパイソンというヘビなんですけど、部分的に白くなる、まあ、言い方によっては部分的に柄が出るという言い方もできるかもしれませんけれども、全部に柄があるわけではなくて一部が白くなっている状態の種類をパイボールと言います。でこれいろんなパイボールがあって、例えば色素がですね、黒い色素のないアルビノパイボール、アルビノのパイボールとか、他にはですね、まあ、クラウンと言われる種類のパイボールとか、全身がモノトーンになる黒、白、グレーになるアザンっていう種類のパイボールとか、さまざまな種類にそれぞれパイボールが発生しうるわけですね。でうちでは私がパイボールが好きということもあって、常時いろんな種類のパイボールがいるんですけれども、よく聞かれることの中にですね、白い部分が多い子はいますか、あるいは白い部分が少ない子はいますか、もっとこうこなれた言い方で言うと、ハイパイいますか、ローパイいますか、ミドルパイいますかと聞かれたりするわけです。白い部分が多い状態のパイボールをハイパイと言います。白い部分が少ない状態の子をローパイと言います。で真ん中ぐらいのミドルパイと言うんですけど、今日はですね、それぞれどんな感じになるのかっていうのをちょっとお見せしたいと思います。まずはハイパイから。この子はもうハイパイもドハイパイ、頭と尻尾にちょっとだけ柄が残ってるものですね。種類によってはこういうハイパイになりやすい子たちがいます。例えばスパイダーはパイボールになると、もう頭のここだけに柄が 出やすくなりますね。他にもシナモン、ブラックパステルというのもハイパイになりやすいです、白い部分が多いですね。じゃあ次はローパイ、白い部分が少ない、柄の部分の方が多い、こうローパイと言ったりします。昔はハイパイの方が人気が高くて、ローパイの方がクロード好みっていう感じだったんですけど、最近はそんなことないですね。ローパイが欲しいっていう、まあ、ボールパイソンを飼い始めたばっかりっていう人もいたりします。ローパイ、この縁が綺麗ですね。でパイボールになると、この柄部分が普通の状態から乱れる特徴を持っています。これはそうですね、グニャグニャですね。でその中間に位置するのがミドルパイ、だいたい半々ぐらい、柄部分も白い部分もちょうどよくあってほしいという方に人気です。ミドルパイ、パイボールっぽいっていう感じですかね。はい、でちょっと極端な例を紹介したいんですが、ローパイの中でもさらに超ローパイ、ものによってはゼロパイという言い方をしたりもしますが、パイボールなんだけど白い部分が全くないゼロパイというのもいます。この子はゼロパイと言えるだろうかっていうぐらい、ま、もう全身柄ですね。ちょっとこことかに切れ目があったりするんですけど、まあ、極端な例になるともうこういう部分も全くない、でもこの柄の乱れからパイボールっていうのが判断できるゼロパイというものになっていったりします。うちでもアダルトのゼロパイがいるので、その子供がどうなるのか。ちなみにハイパイはスパイダーとかブラックパステルとかシナモンのパイボールがなりやすいと言いましたけれども、ローパイはですね、エンチという種類が入るとローパイになりやすくなります。でハイパイ、ミドルパイ、ローパイの産み分けっていうのはできないって言われてるんですけど、まあ、親がハイパイでもミドル、ローが生まれるし、ミドルでもハイ、ローが生まれるし、ローでもハイ、ミドルが生まれる可能性があると言われているんですが、一つだけ、検証されて証明されているものがあって、それはローパイとローパイからはローパイしか生まれないというものです。まあ、ハイパイとハイパイからはローパイが生まれるということがあっても、ローパイとローパイからハイが生まれることはないと言われて
います。そして最後に極端なもう一つの例を紹介したいと思いますけれども、全身がパイボール状態、これハイパイを超えてもう全く柄の部分がない状態のパイボールをホワイトウェディングと言います。ホワイトウェディングはスパイダーパイボール、さっきちょっと頭だけに柄が残りやすいと言いましたが、スパイダーパイボールに発生しやすいんですけれども、スパイダーパイボールではなくても全身がパイボールの白状態だったらホワイトウェディングと言われます。で、じゃあ何がなりやすいのかっていうと、例えばスペシャルのパイボールとかだとホワイトウェディングになりやすいと言われますね。これもスペシャルパイボールです。ただこの子は全身白ですが、ここにねほくろがある、あと目の後ろにもほくろがあって2点黒いポッチがあるわけですね。でこれをホワイトウェディングというのか言わないのかっていうのは結構人によって分かれるんですけれど、まあ私は言ってもいいんじゃないと思いますね。まあ、ホワイトウェディングパラドックスって言ったりもするみたいですがね、いいじゃない言っても。あ、だそう、すごい。今日はいろいろな種類のパイボールについてご紹介しました。ハイパイ、ロ、ミドルパイ、ローパイ、極端なゼロパイ、極端なホワイトウェディング、皆さんどれがお好きですか？僕は全部好きです。当店の生態在庫状況は概要欄にあるホームページからご覧ください。